はいどうも、車買うチューバーワンソクチューブです。お待たせしました。日産の新型ノート、ついに試乗することができました。今回はですね、新型ノート X という上位グレード、こちらの試乗インプレッション内外装編からお届けしたいと思います。今回ね、ようやくご縁がつながったのは日産プリンス東京成増店さんですね。いつもねお世話になっているカー&レジャーさんのご縁でつなげていただくことができました。ありがとうございました。試乗車は日産ノート X、 車両本体価格は218万円からと、結構お求めやすいなと思っていたんですけれども、今回フルモデルチェンジした新型ノートは、ガソリンモデルは、初期はですねラインナップされずに全て e パワーになっています。しかも e パワーなのに 202.9 万円からというスタート価格、これはねかなり頑張ってるんじゃないかなと思います。そして上位グレードの X でも 218.6 万円とかなり安いなと思ったんですが、安全装備や運転支援系、こちらもオプションになっていて、インテリジェントアラウンドビューモニター、インテリジェントルームミラー、ステアリングスイッチ、オーディオ、ハンズフリーホン、プロパイロット、統合型インターフェースディスプレイ、あと USB ソケット、などなど、あと ETC とかもですねセットになって42万円のオプションになっています。でさらにですね LED ヘッドライトも 9.9 万円のオプションということで、それらをつけていくと結局270万円ぐらいの込み込み価格になってきます。それではね、念願かなって新型ノート X、 こちらのエクステリアから見ていきたいと思いますけれども、フロントマスクはねかなりシャープで、ほんとパキパキとしたシンプルな構成になりました。ちょっとねフル EV のアリアに似た表情になっていて、これはねなかなかかっこいいんじゃないでしょうか。そしてね、先ほども言いましたけれども 9.9 万円のオプションでアダプティブ LED ヘッドライト、こちらになります。ただしウインカーは豆球と、まあ、フィットとかではね、ウインカーも LED だったので、この辺は LED になってて欲しかった。そして、日産の新しいロゴになってますが、これ光るのかと思いきや、これ白は塗装ですね。こちらは光りません。これはねアリアまでお預けって感じですね。でもねブラックの、エクステリアにこのねグリル合ってますよね。そして、フォグランプも LED になっています。でね、ここサイドにスリットついてますが、これダミーではなくちゃんとエアが抜けるようになってる、こういうところもいいですね。そして、エンジンルームを開けるとですね、1.2 リッター3気筒エンジンと e パワーのユニットついています。今回 e パワーの、搭載位置がですね、かなり低い位置に搭載されるようになったということで、低重心化にも寄与しているということで、走りにも効いてきそうですよね。続いてサイドの方に回っていきたいと思いますけれども、新型ノートのボディサイズは全長4045、全幅1695、全高1520と、4メーター、そして 1.7 メーター以下の、全幅、さらに 1.55 以下になっているので、マンションのパレットも OK なサイズなのはいいですね。やっぱ B セグメント、コンパクトでいいですね。そして、フロントのタイヤのホイールなんですが、16インチですが、こちら鉄チンですね。で、アルミホイールにするには別途オプションが必要です。そして、フェンダーのところにもね、こういうプレスラインが入っていて、なかなかねマッチョな感じに見えていいんではないでしょうか。そしてアラウンドビューモニター、日産ではねついてますので、カメラもついていると。で鍵穴は見えるタイプ。そしてねここ B ピラー、ピアノブラックに見えますが、これボディ外反カラーですね。ここ継ぎ目なく、鉄板がつながっていると、こういうねデザイン処理もなかなかいいんじゃないでしょうか。で同様に、リアドアのところもね、これも外反パネルがそのまま、連なっているというデザインになっています。こういうのもいいですね。そしてリアの方回っていきますが、ちょっと距離が取れなかったので別カット挿入すると、左右つながるようなデザインになっていますが、 LED 自体はつながらないと。そしてリアウインカーも豆球となっています。そしてねナンバー灯も豆球ということで、こういうところがね LED だったらなお高級感が出たのになとは思います。そしてマフラーなんですけれども、バンパー下部の左側にくぼみがあって、そこにむき出しなものが下の方を向いてついていると。ここねバンパーがカットされているんであれば、このマフラーむき出しちょっと貧相な感じになっているので、カスタムしてもいいんじゃないんでしょうか。そしてアンテナはシャークフィンアンテナになっています。この辺もねいいですね。続いて内装を見てみましょう。鍵穴は見えるタイプ、施錠はポッチが出ているタイプになっています。そしてドアを開けるとこんな感じ。内装カラーもこちらブラックなのでちょっと質感分かりにくいですが、トリム上部はハードプラで、中央部分はファブリックが貼られています。そして肘置きの部分は、ステッチ付きの合成比較で、ウィンドスイッチ台座には、無塗装素地ですが、スイッチ自体にはこうねグロスのパーツがついていると。で、インナードアハンドルもサテンメッキになっていて、
さすがにねパネル下部はハードプラですが、ポケットもついていると。でヒンジはプレス製となっています。そしてシートなんですが、ジョイグレード X でも、ファブリックで、本革シートはオプションで用意されていますが、 LED ヘッドライトとかね、アルミホイールとか、あとリアのアームレストなんかとセットで33万5000円となっています。そして、アクセルペダルは吊り下げ式となっています。それでは乗り込んでみましょう。ドア閉めた音、これめちゃくちゃいいんですよね。いやこれドア閉めた音驚くほど良かったです。そして新型ノート X のインテリア全景なんですけれども、こんな感じですね。いや良くなったんじゃないんでしょうか。アリアをね少し彷彿とさせる、メーターから、ナビにつながるデザインであるとか、水平気象のデザイン、広々としていていいですね。でエンジンかけてみましょう。こういうオープニングアニメーションがあるんですね。はい、そしてシステム起動しましたが、 e パワーハイブリッドなのでエンジンはずっと回りっぱなしになるってことはないですね。アイドリングチェックの時だけ少しかかるぐらいですね。そしてこの大きなねメーターとか特徴的ですが、まずナビの方から見ていきましょう。こちら9インチとね大型のナビついてますね。こちらメーカーオプションとなっています。先ほどね言った42万円に含まれていますね。で拡大縮小なんかも結構ヌルヌルサクサク動きますね。やっぱ9インチだと大きいですね。フィットでも8インチになっているので一回り大きくなっています。そしてねアラウンドビューモニター、このね360度モニターがついているのも日産のいいところですね。これフィットにはついてないです。ヤリスにはオプションでついてます。でハザードランプにはこんな感じですね。でエアコンの吹き出し周りは、加湿などはないですが、ここカーボンのパネルが貼ってあってサテンメッキのラインが入っていると。そして、オーディオノブがここについている感じですね。ダッシュボード上部はさすがにハードプラになっています。でカーボンのパネルがあって、その下ももちろんハードプラですね。でエアコン周りはこれキックスなんかで見覚えのあるようなデザインになっていますね。別に質感は良いと思いますし、オートエアコンになっています。で前席シートヒーターついてませんが、これ寒冷地仕様を7万円ちょっとでつけると装備できます。そしてアクセサリーソケットと USB ポートなどがあって、 USB のタイプ C の穴もあるのはいいですね。そしてワイヤレス充電の C はオプションになっています。そして、ニーパッドのところ、ここねステッチ付きのソフトパッドになってるのはいいですね。さらにユニークなのが、2段構えになっていて、下がね、トレイになって物が置けるティッシュボックス置けるサイズになっています。そして HDMI の端子もここにあると。そしてこのね浮いている形の、センターコンソールなんですけど、ここにね電気式の、シフトがありますが、このねコクコクと入れる感じも、質感高くていいなと思いました。そして、電動パーキングブレーキついてます。いいですね。そしてオートホールドももちろん完備ということで、電波強の私でも安心ですね。そしてドライブモードのセレクトスイッチがここについていますが、スポーツ、エコ、ノーマルとあって、エコとスポーツだと要はあのワンペダルのように回生がより効くモードになっています。これ試乗編で詳しく解説します。そしてねこのサイドのところのステッチがアームレストのところまでつながっていると。でアームレストの中は容積はまあミニマムですけれども、あるだけいいですね。で、助手席の方トリム上部はハードプラでカーボンの、パネルがあって、格納式の、ドリンクホルダーがあると。この辺も見栄え気にしていていいですね。でグローブボックスはこんな感じ、まあ普通ですね。そして、オードメーターなどの、スイッチがあって、ステアリングヒーターはね、7万3000円ぐらいの寒冷仕様で、シートヒーターなどとセットなんでこれつけてもいいと思います。そして、ね、上部のところがね、グロス塗装されていて、ここ日産光るのかと思ったら、塗装ですね。でも質感は悪くないと思います。これウレタンハンドルなので、本革仕様にすることもオプションでできます。そしてアドバンストドライブアシスト7インチディスプレイということ で、ここの情報もねいろいろ切り替えることもできます。でメーターにすることもできますし、運転支援のモードにすることもできます。ステアリングの右側にはプロパイロットの青いスイッチがあって、これね分かりやすいですね。プロパイボタンを押して下をやるとセットとセットされます。ただし今回パドルは備わってないですね。でウインカーは軽く入れると3回点滅するタイプという形になっています。突端にはですねアダプティブハイビームのオンオフスイッチになっています。そしてステアリングの右側なんですけれども、格納式のドリンクホルダーがあると。そしてその下はハンドルのボタンがありますが、これレーンキープとかのオンオフボタンですね。でその下には ETC のユニットがあるという形になっています。そしてね個人的にちょっと気になったのがですね、助手席の方から続いているカーボン調の加色がですねメーターのところで途切れているのがちょっと気になりました。
これどうせだったらね、運転席の方までカーボンなっててもいいのになと思いました。そしてですね、ルームミラーはインテリジェントルームミラーというものになっています。こちらはオプションですね。今回はですね、ここに360度の情報などは表示することはできません。ナビの画面の方にインテリジェントアラウンドビューモニターの画面になると、ここには使わないと。これただグレードによってはここにつくものもあるそうです。そしてルームランプはですね、豆球ですね、ここ LED だったらよかったのにな。で、 SOS コールは上位グレードのみオプションで選択可能となっています。そしてバニティミラーには照明は備わらないタイプになっています。はい、続いて後席を見てみましょう。後席ドアを開けるとこんな感じですね。トリム上部はハードプラ、中央部分、あ、ここもハードプラだ、あ、肘置きもハードプラだ、下もハードプラだ、これ全部ハードプラですね。ちょっと後席周りは割り切りを感じますね、質感の部分では。で、ヒンジはプレス製と、窓開きチェックし忘れましたが、これ 100% 開きました。で、後席は同じくファブリックなんですが、リクライニング1段階でちょっとだけ、まあ、ほんのちょっとだけですけど、リクライニングするようになっていると、これはいいんじゃないでしょうか。それではね、乗り込んでみましょう。よっこら、はい、小1と。後席のドア閉めた音もいいです。で、膝前なんですが、運転席は身長173の私に合わせて拳2個ちょっと、まあまあ広いですね。ただつま先は入りにくいですね。で、シートバックポケットは運転席側になく助手席側だけですね。で、後席のセンターコンソール後端にはですね、 USB ポートなどはなし、そしてアームレストもこれオプションになるので、本革シートとかをつけないとつかないというのは、ちょっと、フィットとかには装備劣るかなという感じがあります。で、ルームランプも豆球と、ディーラーオプションで LED に打ち替えることもできます。1万5000円ぐらいですね。で、ラゲッジを開けるとこんな感じですね。で、開口部が広くなったラゲッジはスーツケース4個収納可能となっています。まあそこそこ広いかなという印象ですね。で、ラゲッジアンダーは、パンク処理キットなどがあって、物は特に置けないようになっています。シガーソケットとかはなく、ラゲッジランプも豆球となっています。そしてエコー席を倒しますと、はい、ちょっと段差ができちゃいますね。ここを塞ぐラゲッジボードもディーラーオプションで用意されてますが、また別途ね、お金がかかってしまうのがちょっと痛いところかなと思います。といった感じで、新型ノート X 内外装を見てみましたが、いかがだったでしょうか。個人的な感想としてはね、静的質感良いんじゃないんでしょうか。エクステリアもね、先代ノートよりもだいぶシュッとしてね、すっきりして、小さいアリアみたいな感じになってるのは、新しいね、日産を予感させるデザインですね。そしてね、ナビも9インチと大きくなっていますし、メーターもね、大きな液晶のものがついているということで、かなり先進的な印象になっています。そして、ね、センターコンソールのところとかもね、2段になっていて、2パッドのところもソフトパッドがついていたり、電動パーキングブレーキとブレーキホールドもついてるし、電気式のねシフトノブも新しいデザインになっていてね、コクコクと入る、そのね質感もすごく良かったです。ただしですね、一方で、若干プラスチッキーだなって思うところ、まあ、鉱石を中心にあったりとかですね、あとは、まあ、鉱石のアームレストとか、本革シートをつけないと、つかないと。で、シートヒーターとかは、寒冷地仕様7万円ちょっとでつけられるので、これはね、寒冷地じゃなくてもつけた方がいいなとは思いました。まあ、そうやってね、いろいろ足していくと結構高額なノートになってしまうという形なので、そこはね、ちょっと悩ましいなと思うんですが、好みに合わせて、まあ、取捨選択をしていけば良いかなと思います。そしてね、新型ノートがすごかったのはですね、内外装もそうなんですけれども、走りの部分ですね。いや、多くの方がいいいいと言っていましたが、私も乗ってびっくりしましたね。まあ、そのね、びっくりの試乗インプレッションは次回お届けしますので、ご期待ください。車でも何でもね、買いたいと思った時が買い時ですからね。車買って経済回していきましょう。それでは、あなたの物欲を刺激する車買うチューバー、ワンソクチューブ、次回もお楽しみに。